こんにちは。2013年1月31日木曜日、鈴木タク TV です。昨日ツイッターの方に書き込みがあって、この動画を見たらこの口づけと書いてあるのがちょっと気になったという書き込みがありました。これは5月から始まる映画の、チラシですね。私もこれ見に行きたいと思っています。詳細またご案内したいと思います。で、この動画やり始めてから、またいろんな YouTube 動画も興味を持って見てるんですけれども、私も個人的にですね、好きな動画のシリーズがあって、Just for Laughという、まあ、海外の番組なんですけれども、ちょっといたずらとかをしてですね、それを、まあ、笑うんですけど、まあ、みんなが幸せになるようなほのぼのした感じの、番組になっています。まあ、時間あるときにですね、ちょろっと見るというような感じのものですので、もしよければ、検索してみてください。 Just for Laughという番組です。で、昨日の夜帰ってくるのはちょっと遅かったんですけれども、帰ってきたらやっと届きました。なんとこのスーパーパンツのニューアルバムが届きました。そして、初回限定版ということで、実はですね、この、札幌コーヒー館の、特別パッケージのこのコーヒーもついてきます。そして、まあ、イベント向こうでこの間この、CD の発売記念のイベントがあったんですけれども、このその時のこの新聞ですね。で、この北夢国と書いてのどかというのがこの、アルバムのタイトルにもなってますし、それからスーパーパンツのですね、ユーストリームの番組名にもなっています。で、スーパーパンツって知らないという方はぜひウェブで検索してみてください。北海道で活躍している、音楽ユニットです。しかも、めちゃくちゃうまいですし、めちゃくちゃかっこいいです。まあ、女性3人組なんですけどね。で、私ももう本当に、心から応援しているというか、もう逆にスーパーパンツなしではもう寝られないというぐらいです。で、今回新しいアルバム、ここには、5曲、全部で入ってまして、今までアルバムとかに入ってなかった曲としては、このビッグバンと幸せのループ、それから北の若者たち、ドリームロードという3曲、それから今まで入ってた曲でもまた別バージョンとして、始まりの旅に出よう、それからワン・フォー・オール、一人はみんなのためにというのが入っています。まあ、どんな曲ですかと言われるともう聞いてみてくださいと言うしかないんですけれども、まあ、はっきり言うとどのジャンルにも、まあ、きっちりとは分けられない。まあ、強いて言えばもうスーパーファンっていうジャンルがあるという感じです。で、まあ、またさらに今回アルバムの中ではそれが洗練されてですね、特にこのビッグバンとか幸せのループとかこの辺の曲なんかはもう心にすっごく響く曲ですね。それで、その曲にさらにいい歌詞が載っていますので、まあ、本当に何回聴いてもですね、飽きないというか、逆に聴けば聴くほど本当に良さがどんどん染みてくる、そんな曲になっています。まあ、ここで書けるというよりは、ぜひですね、こののどかというアルバム、インターネットからも注文できますし、それから、札幌周辺ではツタヤでも売ってるようなので、ぜひチェックしてみてください。で、聞いてですね、ぜひ感想なども、聞かせてください。で、Facebook の中に、このスーパーパンツのですね、ファンクラブというかファンの集いパンツ派の部屋というのも、そういうグループもありますので、よければそちらの方にも遊びに来てください。で、まあ、ちょっとアルバム買う前にまずはどんな曲を歌ってる人たちなのか知りたいということであれば、YouTube の方に何曲か動画が載っていますので、そちらもチェックしてみてください。スーパーパンツというグループ、これからどん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 売れていくと思いますので、ぜひチェックしてください。ということで、まあ、朝カフェの会は今朝町屋に参加して新しい方も来てくださいました。それから、明日は水道橋で開催されますので、私もそちらに参加します。来週になると新しい会場がもう3つ増えることが決まってますので、またそちらの方も随時回っていきたいと思います。まあ、明日は水道橋ということでお会いしましょう。よろしく。